通の手紙を下に置いてそれらの内容について考え始めたそういうことを考えるのは神経を不安定にするものだとは思いながら私は今夜これからいかなる不思議に出会おうともそれに対抗するだけの決心は十分に固めていた私は立ち上がってかの手紙をテーブルの上に置いてまだ盛んに輝いている火をかき起こして それに向かって、魔晄霊の論文集を開いて、11時半頃まで読んだ。それから着物のままで寝台へ登って、F にも自分の部屋へ下がってよいと言い聞かせた。ただし、今夜は起きている。そうして私の部屋との間のドアを開けておけと命じた。それから私は一人になって、寝台の枕元のテーブルに2本のろうそくを灯した。 二つの武器のそばに懐中時計を置いて再び魔法レを読み始めると「私の前の火は明るく燃えてん犬は炉の前の敷物の上に眠っているらしく寝転んでいた」「20分ほど過ぎた頃に透き盛る風が不意に吹き込んできたようにひどく冷たい空気が私の方を撫でたのでもしや上がり場に通じている右手のドアが開いているのではないかと見返ると」 ドアはちゃんと閉まっていた。さらに左手を見返るとろうそくの火は風に吹かれたように揺れていたそれと同時にテーブルの上にある時計が静かに目に見えない手につかみさられるように消え失せてしまった私は片手に短銃、片手に合い口を持って飛び起きた時計と同じようにこの2つの武器をも奪われてはならないと思ったからである を用心して床の上を見回したがどこにも時計は見えなかったこのとき元で静かにしかも大きく叩く音が三つ聞こえた「旦那、あなたですか?」と次の部屋で F が呼びかけたいや俺ではないお前も用心しろ犬は今起き上がって体を立てて座ったその耳を左右に早く動かしながら 不思議な目をして私を見つめているのが私の注意を引いた。犬はやがて静かに身を起こしたがなおまっすぐに立ったままで葬身の毛を逆立たせながらやはり荒々しい目をして私をじっと見つめていた。しかも私は犬の方などを詳しく検査している暇はなかった。F がたちまちに自分の部屋から転げ出してきたのである。 人間の顔に現れた恐怖の色というものを私はこの時に見た。もし往来で突然であったならばおそらく自分の雇い人とは認められないであろうと思われるほどに F の総合は全く変わっていた。彼は私のそばを足早に通り過ぎながらあるかないかの低い声で言った。早くお逃げなさいお逃げなさい私の後からついてきます。彼は 上がり場ののドアを押し開けけてむやみに外へ駆け出すので私は待て待てと呼び戻しながら続いて出ると F は私を見返りもせずに階段を跳ね降りて手すりに取り付いて一度に幾足もバタバタさせながら慌てて逃げ去った。私は立ち止まって耳を澄ましていると表の入り口のドアが開いたかと思うとまた閉まる音が聞こえた。頼みの、F、は逃げててしまって 私は一人でこの化け物屋敷に取り残されたのであるここに踏みとどまろうか F の後を追って出ようかと私もちょっと考えたが私の自尊心と好奇心とが卑怯に逃げるなと命じたので私は再び自分の部屋へ引っ返して寝台の方へ警戒しながら近づいた何分にも不意打ちを食らったので F が一体何を恐れたのか 私にはよくかからなかったのであるもしやそこに隠し戸でもあるかと思って私は再び壁を調べてみたがもちろんそんな形跡もないばかりか鈍い褐色の紙には継ぎ目さえも見いだされなかった。してみると癒を脅かした者はそれが何者であろうとも私の寝室を通って侵入したのであろうか私は内部の部屋のドアに錠を下ろして 何か来るかと待ち構えながら炉の前に立っていたこの時私は壁の隅に犬ののめり込んでいるのを見た犬は無理にそこから逃げ道を見つけようとするように体を壁に押し付けているので私は近寄って呼んだ哀れなる動物はひどい恐怖に襲われているらしく歯をむき出して顎からよだれを垂らして 私がうかつに触ったらばすぐに噛みつきそうな様子で主人の私をも知らないように見えた動物園で大蛇に飲まれようとするうさぎの震えてすくんだ様子を見たことがある人には誰でも想像ができるに相違ない私の犬の姿はあたかもそれと同様であったいろいろになだめてもすかしても無駄であるばかりか狭水病にでもかかっているようなこの犬に噛みつかれて 何かのの毒にでで、も感じてはならならいと思ったので私は彼を打ち捨てて炉のそばのテーブルの上に武器を置いて椅子に腰を下ろして再びマコーレを読み始めた。やがて読んでいる書物のページと明かりとの間へ何か邪魔に入ってきたものがあるらしく紙の上が薄暗くなったので私は仰いで見回すとそれは何とも説明し難いものであった。 それは,は、はだ朦朧たる黒い影で、明らかに人間の形であるとも言えないがそれに似たものを探せばやはり人間の形か影かというのほかはないのであったそれが周囲の空気や灯火から離れて立っているのを見るとその面積はすこぶる大きいもので頭は天井に届いていたそれをじっと睨んでいると私は身にしみるような寒さを感じたのである。 その寒さというものがまた格別でたとえ氷山が私の前にあってもこうではあるまい氷山の寒さの方がもっと物理的であろうと思われたしかもそれが恐怖のための寒さでないことは私にも分かっていた私はその奇怪なものを睨み続けていると自分にも確かには言えないが二つの目が高いところから私を見下ろしているように思われた ある一瞬間にはそれがはっきりと見えるようで次の瞬間にはまた消えてしまうのであるがともかくも青いような青白いような二つの光が暗い中からしばしば現れて半信半疑の私を照らしていた私は口を聞こうと思っても声が出ないただこれが怖いかいや怖くないと考えるだけであった勤めて立ち上がろうとしても 支えががたいい力に押しすくめられているようで立つことができない私は私の意志に反抗し人間の力を圧倒するこの大いなる力を認めないわけにはいかなかった。物理的に言えば会場で暴風雨に出会ったとかあるいは大火災に出会ったとかいう類いである精神的に言えば何か恐ろしい野獣と戦っているかあるいは 対応中で不可に出会ったとでも言うべきであるすなわち私の意思に反抗する他の意思があってその強い程度においては嵐のごとく火のごとくその実力においてはかの不可のごときものであったこういう感想がだんだんに高まると何とも言えない恐怖が湧いてきたそれでも私は自尊心勇気ではなくてもを保っていて それは外部から自然に襲ってくる恐ろしさであって私自身が恐れているのではないと心の内で言っていた私に直接危害を加えないものを恐れるはずはない私の理性は妖怪などを承認しないのである今見るものは一種の幻影に過ぎないと思っていた一生懸命の力を振るい起こして私はついに自分の手を伸ばすことができたそうして テーブルの上の武器を取ろうとする時突然私の肩と腕に不思議の攻撃を受けて私の手はぐたりとなってしまったそればかりではなくろうそくの火が消えたというのでもないがその光は次第に衰えてきた炉の火も同様で焚き物の光は吸い取られるように薄れてきて部屋の中は全く暗くなったこの暗い中でかの黒いものに 威力を振るわれてはたまらない私の恐怖は絶頂に達してもうこうなったら気を失うか怒鳴るかのほかはなかった私は怒鳴った一種の悲鳴に近いものではあったがともかくも怒鳴った恐れはしないぞ俺の魂は恐れないぞとこんなことを怒鳴ったように記憶しているそれと同時に私は立ち上がった 真っ暗の中を窓の方に突進してカーテンを引きめくって鎧戸をはね開けたまず第一に外部の光線を入れようと思ったのである外には月が高く明るくかかっているのを見て私は今までの恐怖を忘れたように嬉しく感じた空には月がある眠った街にはガストーンの光がある私は部屋の方を振り返ってみると月の影はそこへも差し込んで その光は花肌青白くかつ一部分ではあったがともかくもそこらが明るくなっていたかの黒いものは何であったか知らないが形はもう消えてしまって正面の壁にその幽霊かとも見えるような薄い影をとどめているのみであった私は今テーブルの上に目を配るとテーブルそれにはクロスもカバーもないマホガニーの木で作られた 丸い古いテーブルであったの下から一本の手が肘のあたりまでぬーと出てきたその手は私たちの手のように血や肉の多くない痩せたしわだらけの小さい手でおそらく老人ことに女の手であるらしく思われたがそろりそろりと伸びてきてテーブルの上にある二通の手紙に近づいたかと見るうちにその手も手紙も共に消えうせた。 この時さっき聞いたと同じようなものを打つ音が大きく3度響いたその音が静かにやむとこの一室が振動するように感じられて床の上の底からもここからも光の泡のような火花と火の玉が現れたそれは緑や木や火のごとく赤いのや空のごとく薄青いのやいろいろの色をなしているのであった 椅子は誰が動かすともなしに壁際を離れて寝台の正面に直されたと思うと女の形がそこに現れたそれは死人のようにものすごいものではあったが生きているものの形であるらしく明らかに認められたそれは悲しみを含んだ若い美人の顔であった身には雲のように白いローブ長い緩やかな着物をまとって のから肩のあたた。りはてい女は肩に垂れかかる長い黄色い髪を梳き始めたが私の方へは目もくれずに耳を傾けるような注意するような待つような態度でドアの方を見つめていると後ろの壁に残っている黒いものの影はまた次第に濃くなってその頭にある2つの目のようなものが女の姿をうかがっているらしくも思われた。 ドアは閉まっているのであるがあたかもそこから入ってきたように他の形が現れたそれも女と同じくはっきりしていて同じくものすごく見えるような若い男の顔であった男は全盛期かまたはそれに似たような服を着ていたがそのひだのついた襟やレースや帯留めの細工を凝らした旧式の美しい服装が それを着ている死人のような男と、不思議の対象をなして、いかにも機械に、むしろ恐ろしいようにも見られた。男の形が女に近づくと、壁の黒い影も動き出してきて、この三つがたちまちに暗い中に包まれてしまったが、やがて青白い光が再び照らされると、男と女の二つの幽霊は、彼らの間に突っ立っている大きい黒い影に、 掴まれているように見えた女の胸には血の跡がにじんでいた男は剣を杖にしてこれもその胸の辺りから血が滴っていた黒い影は彼らを飲んでいずれも皆そのままに消えてしまうと以前の火の玉がまた現れて走ったり転がったりしているうちにだんだんにそれが濃くなってさらに激しく入り乱れて動いた。 3炉の右手にある化粧室のドアが開いてその口からさらに老婆の形が現れた老婆はその手に二通の手紙を持っていたまたその後ろに足音が聞こえるようであった老婆は耳を傾けるように振り返ったがやがてかの手紙を開いて読み始めるとその肩越しに青ざめた顔が見えた。 それは水中に長く沈んでいた男の顔で膨れてしらしゃけてその濡れしおれた髪には海藻が絡みついていたそのほかにも老婆の足元には死骸のようなものが一つ横たわっていてその死骸のそばにはまた一人の子供がうずくまっていた子供はは惨めな汚い姿でその方には飢餓の色が漂いその目には恐怖の色が浮かんでいた 老婆は手紙を読んでいるうちに顔の皺が次第に消えて若い女の顔になった険しい目をした残忍の僧ではあるがともかくも若い顔になったのであるするとまたここへかの黒い影が覆ってきて前のごとくに彼らを暗い中へ包み去った今はかの黒い影のほかにはこの室内に何にも怪しいものはないので 私は目を据えてじっとそれを見ているとその影の頭にある二つの目は毒々しい上ばみの目のように大きく飛び出してきた火の玉は不規則に混乱してあるいは舞い上がりあるいは舞い下がりその光は窓から流れ込む淡い月の光に混じりながら狂い騒いでいたそのうちに卵の殻から出るように火の玉の一つ一つから 驚くべきものが爆発して空中に充満したそれは血のない醜悪な幼虫の類で私には到底何とも説明のしようがない一滴の水を顕微鏡で覗くと無数の透明な柔軟な敏小なものが互いに追い回し互いに食い合っているのが見える今ここに現れたものもまずそんな種類で 肉眼ではほとんど見分けがたいものであると思ってもらいたいその形に何の均一があるわけでもなくその行動に何の規律があるわけでもなく居所も定めず飛び回って私の周りをくるくると舞い始めたその集団はだんだんに濃密になってその回転はだんだんに急激になって私の頭の上にも群がってきた。 何かの用心に突き出している私の右手の上にも這い上がってきた時々に何か触るように感じたがそれは彼らの仕業ではなく目に見えない手が私に触るのであったまたある時には冷たい柔らかい手が私の喉を撫でるように感じたこともあったここで恐れを抱いて降参すると私の体に危険があると思ったので 私は彼らに対抗するという一点に私の心力を集中してかの上ばみのような目それはだんだんにはっきりと見えてきたから私の目を背けた私の周囲にはもう何者もいないのであるがここになお一つの意志があるそれは力強く創造的でかつ活動力に富むところの悪の意志であってその力はよく私を圧迫し得るのであった 部屋の中の青白い空気は今や近火でもあるように赤くなってかの幼虫の群れは火の中に住むもののようにキラキラと光ってきた月の光は震えて動いた物を打つような音がまたもや三度聞こえたかと思うとすべてのものがかの黒い影にのまれてさらにまた大いなる暗闇のうちに隠れてしまったがやがてその暗黒がのくとともに 黒い影も全く消えうせて今まで光を奪われていたテーブルの上のろうそくの火は再び静かに明るくなった炉の火も再び燃え始めたこの室内は再び元の平穏の姿に立ち返った二つのドアはなお閉まったままで F の部屋へ通ずるドアにも情を下ろしてあった部屋の隅にはかの犬が追い込まれて けいれんしたように横たわっているので私は試みに呼んでみたが犬は何の答えもなかったさらに近寄ってよく見ると目の玉は飛び出して口からは舌を吐いて顎からは泡を吹いて犬はもう死んでいるのであった私は彼を抱き上げて火のそばへ連れてきたが哀れなる愛犬の死について強い悲哀と強い自責とを感じずにはいられなかった 私が彼を父へ連れ込んだのである。最初は恐怖のために死んだのであろうと想像していたがその首の骨が実際に砕かれているのを発見して私はまた驚いたそれが暗中になされたとすればそれは私のような人間の手によってなされなければなるまいしてみると最初から終わりまでこの室内に人間が働いていたのであろうか。 それについいて何かか。疑わしい形跡がああるのであろうか私はこの以上に何事をも詳しく語ることができないのであるからよろしく読者の水談に任せるのほかはない。もう一つ驚くべきはさっき不思議に紛失した私の懐中時計がテーブルの上に戻っていた。ただしあたかもそれが紛失した時刻のところで時計の針は止まっているのである。 その後上手な時計屋へ持って行って何度も修繕してもらったがいつも数時間の後には針の回転が妙に不規則になって結局は止まってしまうことになるのでその時計はとうとう廃物になったその後はもう変わったことはなかった私は夜の明けるまで待っていたが何事もなかった日が出て世間が昼になって 「私がこの家を立ち去るまでもう何事もなかったのである」「いよいよここを立ち去る前に私とエフトが監禁されていた部屋窓のない部屋へ再び入ってみた」「キーなる事件の機械的作用もしこんな言葉があるならば」を作り出したこの部屋へ今や白昼に踏み込んで夕べの恐ろしさを再び思い出すと私は一刻も ここに立っているに耐えられないので、早々に階段を降りかかると、またもや私の先に立っていく足音が聞こえた。そうして、表の入り口のドアを開けたときに、後ろでかすかな笑い声が聞こえたようにも思われた。私は自分の家へ帰った。夕べ逃亡した雇い人は、定めて顔を見せるだろうと思いのほか、F はどこへ行ってしまったか、 一向にそのの消息がわからないのであった3日の後にリーバープールからの手紙が来た「先夜はご覧の通りの始末で何とも申し訳がございません。私が本当に回復するにはこれから1年以上もかかるだろうと存じますからもちろん今後のご奉公はできません。私はこれからメルボルンにいる義兄弟のところへ訪ねていくつもりでその船は明日出版いたします。 長いいを続けててるるううちには私も気がししっかりしてくるであろうと存じます何しろただいまのところでは恐怖と戦慄があるばかりで恐ろしいものが常に自分の後ろにつきまとっているように思われてなりません。それからはだ恐れ入りますが私の衣類や荷物の類は「ウォルウォースにいる私の母のところへお届けを願います」。母の住所はジョンが知っております。 手紙の終わりには、なおいろいろの弁解が付け加えてあって、やや辻褄の合わない点もあるが、筆者はすこぶる注意して書いたらしく、くどくどと並べ立てであった。本人はかねて豪州へ行きたい希望があったので、それを夕べの事件に結びつけて、こんなこしらえ事をしたのではないかとも疑われるが、私はそれについて何にも言わない。むしろ世間には、信ずべからざることを信ずる人もたくさんあって、 彼もその一人であろうと思った。いずれにしてもこの事件に対する私の信念と推理は動かないのである。